いい。めっちゃ可愛い。なにこれ、パルキアこういう感じやったっけ。ケンタウロスみたいになったんやけど、なんか怖い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 。うわ、なにこれ、沈め玉パターンですか。なになに、やめてよ。聞いてないって。聞いてたのか、もしかして。知らんけど。あー待って怖い。全然知らんねやけど。お尻。あー助けて。助けて。あっちから来てわ。あっちから来よった。危ない。あいやー待って、そっちだな。めっちゃくちゃだ。いやーですよね。はいはいはい。あっという間に。いやー、沈め玉のパターンと思ってなかったんだよ。お尻パルキアのお尻ー。結構動くよー。あー、うわ、今の避けれたん、マジで。あですよね。ダメやったよね、今のは。はい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 。いやー、くる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 。あ、でももう半分減らせたよ。結構頑張ってない？結構これ人の方の体力回復戦のいつも思いようやけどさ、これ。はい。この時はあれやね、もう避けることに集中せんといかん感じやんね。お、私頑張ってる。自分で言うけど。ね、怖いって怖いって。そろそろなんかあれやない？なんか攻撃パターン変わってくる感じじゃない？何それ何それ何それ。怖い。あの中におらんかったら大丈夫？あ、大丈夫っぽいね。なんかあの中におらんかったら。でもこれなんか近づいたらなんかありそうじゃない？それはそれで。なんか爆発しそう。大丈夫？なに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 ？なに？何が起こった？今のって避けれた？うい。あまりに近かったら吹き飛ばされると。ね、あの4つに分けて考えて。よいしょよいしょよいしょ。そこまでは、さっきから何なの？避けれてんの？いや、避けれてないって、それ。おっと、怖っ。今の避けれたんや。絶対、普通にあの光の輪の真上におった気がしたけど。いやー、違う。もう危ねえ。待って、こっち。危ねえ。おー、危ない危ない。でもこの時結構チャンスな気がしてる。何？あ、いけたの？あ、びっくりした。動けんなったと思った、急に。固まったと思った。何それ、リアルが？さっき出したやん。あ、違うわ、これ、捕まえるためのボール？でね、リアルが出した意味って何やった？リアルがどこ行った？神殿破壊して消えてったってこと？出した意味がよくわからんのだが、なんかより一層暴れさせただけな気が。やったー、捕まえたよー。なに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 、天に吸われていく。あ、空が、おー、晴れ渡ったねー。めちゃくちゃ晴れ渡ってよ、いい天気。あの、まがまがしい空もなくなったね。これでもう時空の歪みみたいな発生することもなくなるんかな。ねえ、捕まえたの？捕まえたんだよね。捕まえたよな。うん、捕まえたはず。ええ、捕獲成功です。オリジンボールに収まりました。さすがエナ君です。結局何レベルやったん？買い取った？お。さすが自慢の後輩だ。
どうした？何？雨が降ってきた？あのロイ的な電木の旦那でも泣くことがあるんだな。うん、いいものを見た。そんな泣くこと？うん。何の音だよ今の。手なぜ投げるんだよ旦那。何を投げたの？人を投げたの？うん、夢ではないのだな。うん、お前たち聞け。はい、何でしょう。この上ない難事であったが、皆の力を合わせることで乗り越えることができたのだ。こんな時は祭りだ。祭りをするぞ。すべての団が集い、大いに祝うのだ。金剛団と一緒にお祭り？真珠団とだって？それぞれの団が崇めていたのは、それぞれの神王様だった。相手が偽りの神王様を崇めているとか争っていたのは、遠い過去になったってことよ。争っていたご先祖は驚くかもしれないけれど、私たちみんなの場所を守るために一番のやり方かもね。水地方に生きる者、みんなの新しい門出を祝うのだ。主人公どうなるんやろう。その神王様とやらを沈めたわけやけど、あの2匹を神王様とするなら、元の世界には帰れないのかい？てか、記憶は？戻らないの？え、終わったよ。終わりましたよ。サンキューフォーアドベンチュアドベンチャリングウィズアス。これがお祭りの様子？めちゃくちゃ賑やかやん。アルセウスフォンが反応している。ほら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 続くよ。To be continue や。すべてのポケモンと出会え。意味深な言葉。え、なにポケモン図鑑完成させろってこと？もう一つの存在クリアしましたよ。クリアしましたよ。アイナおはよう。おはよう。時空の裂け目も消えて、一見落着なのかな。まあいいや。調査隊本来の目的、ポケモン図鑑を完成させないとな。やっぱそうなるんすか。今後の方針について、調査体制で検討するって。アイナもすぐ来るよな。ちょっとみんな、何も不思議に思わないんすかね。私、空から落ちてきた人間なんですけど。すべてが解決したんか知らんけど、私はまだここにいるんですよね。ん？豆寄せたままで持っとるな。うわぁ、なんかいろいろと増えとる。クリアした後になって、またサブ任務が増えたな。確認する。祭りは楽しかったか？そういう質問楽しかったんじゃないかな。まあ私は止まった絵しか見せてもらえんかったけど、動きよるところが見たかったわ。ネクタを入れました。はい。とっても。そうか。あれだけの人がいればな。篠星隊長がはしゃぐ姿、初めて見た気がするのです。マジではしゃぎよったん。それ見たかった。え、乗っとった？あの絵に。全然知らんけど。錯覚だ。それよりもラベン博士、ポケモン図鑑について報告を。図鑑の完成度はそれなりと言える現状です。それなり。さらに調査タスクをこなしていく必要があると考えられるのです。きついな。今までのポケモンで一回も図鑑完成させたことないもん。ストーリーはクリアしてもさ。水地方に伝わる伝説でのみ存在を確認できるポケモンもいるようですし。ほう。翡翠地方に来たばかりの俺らでは手に余りますね。翡翠地方に来たばっかりのどこから来たん？聞こえましたよ。水地方の歴史や伝説でしたら自分にお任せください。ほ？一応紹介の仕事をサボり。いえ、多忙な仕事の合間に翡翠地方の遺跡などを巡った自分でしたら、伝説のポケモンについて教えられることがあると思います。ふんふん。とりあえず今のところ捕まえてないポケモンは、親分ポケモンを捕まえれば図鑑が埋まるということが分かったけん、それもちょいちょいね、ちょこちょこちょっと進めていこうかとは思うけど。おー、心強いお言葉、とてもサンキューなのです。命令する。アイナは話を聞き、必要があれば共に行動せよ。ほう。私たちは他の方法でポケモンについての情報を集める。了解です。それではアイナさん、
高台ベースで待ち合わせするとしましょう。高台ベースってどこだ。メイン任務、神話の探求者。それに自分からも頼みたいことがありまして。それも高台ベースで、黒曜の原野か。オッケーオッケー。お、ちょ、サブ任務もいろいろこなしていきたい。腕の立つ調査隊員ってあんただろ。頼みがあるんだ。黒金トンネルは知っているだろ。どこ。黒曜の滝の近くにあるトンネル。ほうほう。いい石が取れるかどうか、トンネルの壁を掘りたいのだが、とんでもないポケモン邪魔されてな。ちょいとおとなしくさせてくれないか。とんでもないポケモンって何？見たことないやつ？いいけど。どうせ黒曜の原野行くしね、今から。助かる。ポケモンをおとなしくさせる準備ができたら、黒金トンネルに来てくれ。サブ任務103。明日を掘る。黒金トンネルにいるとんでもないポケモン。なんやろ。一応これね、クリア後の世界やけん、めっちゃ強いポケモンとか現れる可能性あるよね。ちょっと本編では出てこんかったような、強いポケモンとか。いい、やだな。外に出るのか？気をつけてな。黒曜の原野。黒曜の滝ってどこ？てか、ちょっと待って。これは新しい依頼がまたあるんやな。神話の探求者そこやろ？あ、黒金トンネルこれ？高台ベース行った方が良かったんか。いや、イベントが始まるかなと思って飛ぶのやめたんやけど、あ、話しかけんかったら大丈夫な感じ？あそこにもなんかいるな。え？またあのゴンベの人。どうした？どうした？方向的には、どこだ？あれ方向変わりよる？全然わからんねえけど。え、ちげえな。あ、こっちの方向か。オッケーオッケー。はい、じゃあ進みまーす。黒金トンネルの入り口らへんに行けばいいんか？あ、黒曜の滝あれやねん。ムックルめっちゃおるな。下の方かな。痛い。やめてよ。こっちはあなたに被害を加えていないでしょう。あ、滝？え、滝じゃないな、これは。なんか誰か人おった。登れねえ。登れねえ。どこなんだろうか。あっち方面か？ああ、こっちの方っぽいね。まあ、滝の近くって言ったもんね。こっち？かな？どこなんだろう？お、なんかこの辺。どこ？この上あたり？それとも向こう側か？下に降りる？ん？もしかしてこの辺になんかある？え、わからないんですけど。どこですか？あっち側かな。この滝の下あたりとか？違うね。こっちか。え、どこなの？黒金トンネルとか全然わからないんですけど。この辺か？なん、違うね。ホイキングか。マジでどこ？黒金トンネルって。こっち？あ、この、あ、これじゃね？あったよー、やっとあったよー。来た来た来たー、これやろ？黒金、あ、ほらほらほら、黒金トンネル。やったーね。たどり着けんかと思った。で、どこなの？入り口におるんかと思ったら全然違う。あ！待って待って待って。え、私ここ来たことないのかな？やめろよ、騒ぐなよ。騒ぐなよ。
普通にハイパーボールでいっか。めっちゃ欲しいんですけど。待って。いい！あ、ですよね、ですよね、ですよね。怖い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 。やめてやめて。ん、追いかけては来てない。気づかなくていいんだよ。めちゃくちゃ欲しいんですけどね。いける？気づかれたけん無理かなと思ったんやけど。違う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 。そこを破壊して欲しかったわけではないんだ。あ、これも、またあれ行くな。ですよね。え、消えた？え、消えたんですけど。目の前で消えたんですけど。マジかよ、おい。くっそー。めっちゃ欲しかった。あの子名前なんていう名前やったっけ？一瞬ピーって思ったけど、ピーはあれだな。ピッピに進化するやつだな。あれ、ラッキーの進化前やろ？名前を忘れた。しかし可愛い。え、今までさ、このポケモンで見たことなかったんやけど、あれ？黒金トンネル出るけど。え、ねえねえねえ。え、ここで会ってますよね。何？どこ？え、なんか、あれ？分かれ道みたいなのあった？もしかして。え、なになになに？怖ーい。え、黒金トンネルって酔ったよね。待って、どういうこと？黒金トンネルにいるとんでもないポケモンをおとなしくさせる。え、ですよね。合ってるよね。え、なに？どれ？とんでもないポケモンなんかおった？え、あの目が赤いワークのこと？え、どれのこと？ここ一本道じゃなかった？あ、やっぱこいつのことなんや。そこまでとんでもなくなくない？どうしよう。誰で行けばいいんかな？わからん。誰で行けばいいんやろ。とりあえず、ディアルが。こんなとこで。え、違う違う違う。何？普通に話しかければよかったん？何威嚇してんの？来てくれたか。どこにいたんだ君は。このイワークのことね。あの赤く光る目、親分って言うんだろ？暴れ回るからトンネルは崩れそうだし、とにかく危ないんだよな。まあ確かにそれは。じゃあ、おとなしくさせましょう。話しかければいいんかな、これ。ジョアン力邪魔よ。よし、来い。岩！水タイプのポケモン今持ってないんよね。水タイプの技使う子はおったかな。レベル60。まあ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 。効果抜群なんですけど、やめてよ。そうやったんや。あ、でもこっちもいけるよ。どうする？アイアンテールとかでいくの？いけーい。鋼が効くんや。一発。よし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 。やっつけたよ、一発で。あんたさすがだな。いやいや、それほどでも。親分のイワークもすっかりおとなしくなって。でも目は赤いまんまなんやね。別に操られとるとかそういうことではないんか。いや、こいつ、まだ暴れようとしていないか？そうなのか？そう？そうだよ。もしかしてもしかすると、暴れているのではなく、トンネルを掘ろうとしているのかも。だったら一緒に掘ろうじゃないか。いいわ。よし、これから俺たちは仲間だ。よく見りゃ、岩くんの体って、岩って感じだもんな。あんたのおかげで、頼りになりすぎる相棒ができたよ。
おお、マジで？もは、もう、あれなの。親分ポケモンを仲間にする村人が現れるようになったの。お礼と言っちゃなんだが、頑張りの岩もらってくれよ。サブ任務103、明日を掘る達成医。いい石が取れれば、ポケモンの像を掘りたいってやつもいるし、真珠団のキクイが言っていたように、石炭が見つかるといいんだけどな。よし、どっちがたくさん掘れるか、勝負と行こうぜ、相棒。沈めたのは私なんですけどね。なぜそいつに懐いたんだい？全くもって理解ができないけれど。じゃあとりあえず、あ、高台ベースで、ちょっとさっきの女の人に、ね、先に話を聞いておきたい。どうしたの？今度は。久しぶりだよね。あんたは大活躍だったんだって？ま、あんたの凄さは親分のコロトクを蹴散らしてくれた時から分かっていたけどね。こっちはこっちで大変だったのさ。どうしてだか、ゴンベが翡翠のあちこちに向かうようになってね。おう、冒険？ゴンベ、どこに行こうとしてるのさ。冒険。ふふ。シュンってなった。何が気になるんだか、ふらっといなくなって、こっちも探すのに一苦労なんだよ。ゴン、え、かわいい、めっちゃかわいい。ん？何、どうした？アルセウスフォンが反応してる。なんだい、今の。ゴンベにこうしたようだけど。アルセウスフォンがゴンベに反応して行き先を示している。その場所って、浜ナスの島だね。ん？胸騒ぎがするよ。ついにまた異変が起きるんじゃないかって。何？ちょっと考えすぎかもね。浜ナスの島に何があるのか、ちょいと調べてきてもらえるかい？ゴンベは一緒に行かないの？なんか意味深な。サブ任務95、新たなる異変。怖い。でも、ね、あれよね。あ、こっち、飛べるね。でも同じぐらいの距離感かな。ってことは、ちょいとここに。はい、ピン立てといて、いきますか。でもメイン任務じゃないけん、そんなに大変なことは起こらんと思うんだけども、多分。大丈夫なんじゃないかな。新たなる異変、なんやろう。はい、来た来た。ちょ、ピンのけとこ。ん？どこ、何？で、別に何もないけど。何を調べればいい？お、何？どうした？誰の鳴き声？夜のゴンベが気にしていたのはこの辺りのようだ。おう。ん？え、かわいい。え、めっちゃかわいい。え、超かわいい。誰？なんてポケモン？あ、ゾロアークになる前のやつ？これ。へえ、かわいい。めっちゃかわいい。ゾロアたちのことをヨネに伝えよう。欲しい。捕まえれる感じ？普通に反応するね。え、捕まえれる感じ？捕まえたい。え、めっちゃ捕まえたい。報告する前に一匹捕まえていい？捕まえれるなら。めっちゃ欲しいです、私。その子欲しいです。だってね、めっちゃこっちに反応してくるし、ストーリー上のポケモンってことで、全く反応せんのかなって思ったけど、全然そんなことないし。待って、戻らないで。ほら、ボールにも入るよ。やったー、捕まえたー、嬉しい。めっちゃ嬉しい。レベル低いけど。いいね、かわいい。戻ろう。よしよし。
ゾロアがいっぱいいたよ。ちなみに一匹捕まえてきた。かわいい。調査ご苦労さん。何があったか教えておくれよ。群れ？大量発生？群れ。大量発生ってほどではないよね。歯切れが悪いね。どんなポケモンが集まっていたんだい？ゾロア。何恨み狐って。恨み狐のゾロア？恨み狐ポケモンって言うん。そりゃまた珍しいポケモンがいたもんだね。私は東都で見かけたことがあるよ。マジで見かけたことないんやけど私。どうなんだいゴンベ。あんたゾロアが気になったのかい？なんか増えてるんですけど。どっちかがゾロアってことこれ。キツネやけん化けるってこと？おやおや、不思議なことがあるもんだね。いつの間にかゴンベが増えちまったよ。何冷静。ま、私がゴンベを間違えるわけないよね。どっち？あんただろ。私のゴンベはすぐ隣じゃない方。ゾロアじゃねえか。こんな。冷静に間違えてますけど。かわいい。つぶらない瞳で見てるよ。風が吹き、風が吹く音が。ゾロアが原野にいたなんて妙だね。話を続けるんすか。何かの前触れだったり、変なことが起きなければいいけど。念のため、あんたの隊長に報告した方がいいんじゃないかい？ほうほう、じゃあ島星隊長に報告しますか。意外にもなんかきっちりストーリー進んでいきよるね。ゾロア捕まえたよ、めっちゃ可愛い。超可愛い。基本的にキツネ系のポケモン可愛いよね、なんか。あー、いっぱい。いっぱいいっぱい。でも180ポイントにしかならんのや。戻ります。さっきからウォロさんの目の前でめちゃくちゃうろつきよるけど、全然話しかけていかんっていうね。待ち合わせにいつになったら来るんぞって感じやけど。まあまあまあ、サブクエもきっちりストーリーあるけんね、気になるやん。本来の生息地ではない場所にゾロアが集まっていた。時空の裂け目の影響か？だがまだ何とも言えないな。とにかく、報告ご苦労であった。サブ任務95、新たなる異変。達成。お。あいな、一大事だよ一大事。あんたと別れてからゴンベがあちらこちらに反応してさ、すべてで大量発生が起きたんだよ。複数箇所で同時に？すべてで大量発生ってどういうこと？反応した箇所すべてでってこと？それは別にゾロアがってわけじゃなくて？これまでの大量発生とは違うようだな。大発生と名付けるか。そんなキリッとした感じで言われてもね。命令する。大発生を調査せよ。ほう。お、調査してくれるんだね。それじゃあ表門で待ってるよ。めっちゃお礼あったんやね。ちょっとびっくりしたんやけど。てかなんか結構あれやね。あんな感じの色合いやったっけ建物。なんかトントントンって砂漠絵がめちゃくちゃ続けてあるんやけど、え、表っていうのはどこですか？任務リストに入っとんかな。いや入ってないよ別に。表門前？これはまた別のやつやろ、新しい以外。門の前ってことかな。こっちですか？ああ、おるね、おるね。これは話しかけんかったら発生せん感じ？それとも近づいたら発生する感じ？いや、話しかけんかったら発生せんみたいやね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。
まったねってことで、一応一旦は、まあ、エンディング迎えたけど、その後めちゃくちゃ話が進みまくりよるね。主人公の過去とか記憶だとか、その辺も気になるし、まあ、サブとメインまたいろいろと進めていこう。